瀬戸招待、全員合流しました。よし、みんな、渡るから聞いているな。この配置下軌道に怪異が大量発生しているらしい。断絶の帯がかなり低空まで下がっていて、空調から地下にも入り込んでいるようだ。今さら説明するまでもないだろうが、新人もいることらしい。ここで断絶の帯に関して確認しておこう。断絶の帯とは何だ、ナギ。はい、断絶の春によって発生したと思われる異常現象です。その通り、地球の成層圏付近に滞留し、地球全体を覆い尽くしているというわけだ。みんな十分気をつけろよ。はい。今作戦は第一連隊第七および第八中隊、第二連隊第一および第二中隊の合同作戦となる。近くに物資反応があるみたいだな。よろしく、かけろ。姿は消えてるが、まだ怪異はそこにいるぞ。殺を使えば楽に。借りるよ、つぐみ。このぐらい。いけるぞ。電気を使った攻撃は要警戒だ。感電しちまうと動けなくなるからな。これでか。そこだ。フラルケ。もしエアボルじゃないか。来い。ナオミ、ハルカから救援要請が届いたが何があった？はい、ポイントアルファ上部から怪異が降下。到着予定の他の部隊の姿も見えず、ゲンマ隊長代理からも瀬戸招待に救援要請を出すように言われてきました。1分後に怪異が3体、12時の方角から吸収してきます。敵の最初の攻撃は高速移動から背後に回ってのなぎ払いです。え、今のはどういう。私の超能力は短期未来予知です。マジだ。隊長、カイがポイントアルファに向かって集まっています。瀬戸隊の現在地にも3匹接近中。すげえ。